おはようございます。金目釣り店の石田です。今日はですね、ハサミですね、仕掛けを作ったりですとか、前回とかの、サルカンとかに結んだ、残りのですね、ちょっと出ている糸なんかを切るっていうのにも、使われるハサミ。こちらですね、いろいろなハサミがあるんですけども、私がですね、金丸釣具店が選ぶ、ベスト3というハサミをですね、今回、ご紹介したいと思います。じゃあ早速いきましょう。ですね、まず第3位なんですけども、こちらですね、何回もこちら増強してるんですけど、手ですね、こういう形で、もう握りバサミというようなハサミになりまして、仕掛けとか、また現場にですね、持ち歩いて、切るというような、ハサミとなっております。で、早速ですね、こちらの結んである、サルカンですね、と糸ですね、ピンクリフト糸ですけども、こちらですね、こういう形で、こうですね、で、こう切るという形が、第3位ですね、握りバサミでした。続いて第2位なんですけども、こちらですね、セラミック、PE シーザスということで、こちらですね、超高度、セラミックを使っておりますので、切れ味の方は抜群ですね。で、こちらの、超高度、セラミックを使っておりますので、摩耗しにくいということで、そうですね、美容師さんとか、やっぱり非常にですね、ハサミなんかにうるさいと思うんですけども、こういった、超高度のセラミックですね、作ることによって、錆びなくて長持ちということですね、こちら、おすすめです。で、こちらですね、P ラインの方にも対応しておりますので、P ラインはですね、非常に強い糸なので、なかなかそうですね、ハサミを切るときなんかも、P ライン対応のですね、ハサミで切らないとなかなか切れないんですけども、こちらの方は P 対応となっておりますので、おすすめです。それでは切ってみましょう。こちらですね、こちらですね、先ほどと同様に、こちらですね、進んでいただいて、これですね、こういう形で切れました。こちらが、セラミックP シーザス第2です。そして、栄えある1位なんですけども、こちらですね、じゃじゃんと、ジャパン三条刃物万能ハサミ800円ということですね。セロテープから、釣りを手ぐすまでよく切れますということで、刃先のハーブがポイントですということになっておりますので、こちらも、切っていきます。こちらですね。こちらですね。ちらっと、出てきた、動画なんかにも出てきた場面があるかと思うんですけども、こちらですね。手作りのハサミですね。メイドインジャパンということで、新潟の鈴芽三条で作られてるものなんですけども、こちらですね。そうですね。こういう形で、こうですね。こちら切っていきます。で、こうですね、スムーズに切れるということで、ストレスがなくですね、切れるハサミ、こちら、おすすめです。デザインなんかも非常に、かっこいいのでですね、こちら仕掛け作りとか、あとは現場にて、ハサミを切るとかですね、ハサミを使って、糸を切るとかっていう形で、使われると良いと思います。そうですね、糸を切るという作業はですね、やっぱりその結んすぐ、釣りに行く際にですとか、っていうのは非常にですね、針に糸を結んだりとか、あとはサルカンに糸を結んだりとかっていう中で、ハサミっていうのは非常に、重要になってきますので、切れるハサミですよね。なかなかこうイライラしてしまうという部分と、あと、せっかくいいリズムなのに、魚が釣れている状況の中で仕掛けがトラブルになってしまったという時に、ハサミがこう切れないとですね、どうしてもイライラしてしまう原因となりますので、切れるハサミですね、こういった、ハサミをですね、今回ご紹介させていただきました。ありがとうございます。